カエサレアピリピ遺跡カエサレアピリッピは、新約聖書に登場する地名で、ヘルモン三南六の高台に位置した町である。新海約聖書では、ピリポカイサリア、新共同約聖書では、フィリポカイサリアと表記される。旧約聖書時代のバールガドや、バールヘルモンと同じ場所であると考えられている。今日の名称はパニアスである。ヨルダン川の四水源の一つ、ナハルパニアスという源流が、 泉の洞窟である。ヘレニーズム時代からパネーオンがあり、アラビア語でパニアスと呼ばれていた。全198年にはセレウコス朝のアンティオコス3世がエジプト軍を打ち破った古戦場である。また、全20年、ヘロデ大王が皇帝アウグストゥスからこの町を与えられて、記念に皇帝の像を安置した神殿を建設した。その後、ヘロデ大王の息子、 ヘロデ・ピリッポが街を整備して、皇帝ティベリウスに敬意を表して、カイザリアと改め、地中海沿岸のカイザリアと区別するために、自分の名前を加えて、カイザレイヤーテース・ピリプーと呼んだ。聖書では、イエス・キリストの弟子ペテロが、あなたは、生ける神の子、キリストである。と告白した場所である。イエスは、その告白に応えて、天国の鍵をペテロに与えた。そして、 自分の十字架の受難を予告し始めた。ヘロデ・アグリッパ2世が皇帝ネロに敬意を表してネロニアスと名付けた。しかし、ネロの死後にパニアスに戻った。紀元70年のエルサレム陥落後に皇帝ティトスはここでユダヤ人捕虜を猛獣によって処刑した。中世では十字軍が要塞として用いた。ありがとうございます。